ですね、ほとんどかな、追加であのゆるテーパードパンツが、新色で入ってきてるんですけど、そちらと、後ほど紹介するんですけど、ピンタップはしごレース、こちらですね、前ワンピースでご紹介してたと思うんですけど、こちらは、全店で取り扱いをしてるんですけども、その他はですね、オンライン限定の商品になってきます。今日私が着てるのもオンライン限定の商品になってきますので、ちょっと合わせて皆さん見ていただきたいなというふうに思ってます。もう掲載はしておりますので、数はね、どうだろう、4色、1色4枚とか5枚とかぐらいで入れておりますので、気になる方はチェックしていただければなというふうに思います。よろしくお願いします。全然にね、ちょっと入れられなかったので、来週またね、大きな、ね、納品とかがあるので、その時にはまた新作いろいろ見ていただけるかなというふうに思ってます。よろしくお願いします。じゃあ行きましょうか。はい、はい、じゃあ一番初め、割とね、今回ご紹介させてもらうね、今 1,2,3 3方紹介させていただくもの、リラートという、ブランドです。ゆるテーパードパンツが、皆さんにちょっとリリースさせていただいて、本当にたくさんの方に入っていただいて、2週間ぐらいでね、もう本当に完売しちゃって、びっくりしました。で、再生産をしてですね、ここのリラートさんの、ブランドさんがトップスを一緒に仕込んでらっしゃったんですけど、これがね、ちょっとね、入荷がね、遅かったんですよ。ただそれが今ちょうど揃ってですね、皆さんにお届けできるところでございます。どうでしょうか、私これ着てる、私が痩せたんじゃないです、この子が優秀なんです。この子が本当に痩せて見せてくれるっていう、これがね、きれいみえの袖、シャツ袖プルオーバーっていうので、これですね、ここの身頃のところはカットソーです。で、このカットソーなんですけど、ちょっとスルッとね、したような、ちょっとね、実はね、こう分かりますかね、表面か、光沢があるというか、本当にね、気持ちがいいカットソーなんですよ。で、カットソー、 T シャツカットソーみたいな、なんか毛羽立ちのあるような感じではないです。で、お袖はこちら、綿素材ですね、綿素材の、お袖ですね、ボリューム袖になってます。で、これが一応私ブラックで、古賀白、この2色の展開になってます。で、古賀さんが着るとこのぐらいですね、まあ、でもちょっとフレアがここに乗ってるかなっていう感じで、私はちょっと横幅があるのでこう乗っちゃってるんですけど、それでもなんか普通のカットソー、なんかビタッとした感じにならないで着れるから、逆にね、これぐらいの見え方はすごくいいかなと思ってます。で、こちらがですね、価格が8800円なんです。今回ちょっとご紹介させてもらうの割とお手頃ですよ、8800円で、送料はね、ちょっと1万以上必要になって、10万以上で送料無料になってくるんですけど、他のトップスと一緒にね、合わせて見ていただく、今なんかどんどん続々入っていただいてますね。プリンセスみたい。プリンセスみたい。そうかな、そうかな。でもこれデニムなんですよ、デニム。デニムスカートと。何でしたっけ、ミューニック。ミューニックの定番のデニムスカート、マチがたっぷり入った。これめちゃくちゃやっぱ綺麗なんで、トップスはちょっとコンパクトにされた方が思い切りで、なんかやっぱりこれをなんかダボってするのでも全然大丈夫なんですけど、まあ、これぐらいだったらお袖も今度は大事なね、このお袖、ここ本当に絶妙に隠してくれる。どう？安い、安いですよね、はい、2色展開、2色展開です。で、店頭販売ありますか？店頭販売はないです。福岡の方は来ていただいて、在庫があれば、私ができるんですけど、まあ、今のところはオンライン限定になってます。で、福岡の店舗だと若干数残ってるんですけど、他のバルーンの店舗での展開は申し訳ないです。今回、紹介するうち2方だけしか、ちょっとね、それはまた言いますの でこれです。タックがね、折ってあって、長さがこれぐらい、いいよね、これぐらいだと、涼しいよね、絶対気持ちいいですよね、ここが本当に気持ちいい。なんか春用の、なんかね、あ、こんにちは、お知らせ気づいた。ありがとうございます。やっぱ LINE のお知らせ大事ですね。です、こんな感じで、まあ、だからこれちょっと私、これまたこれがプリンセス、これがプリンセスって言ったらあれだけど、これがちょっと綺麗見えするから、もうちょっとなんかカジュアルでもいいし、ノーネックレスでも全然大丈夫かなというふうに。そう、このお袖の感じがすごく好きです、私も。なんかね、ボリューム出すぎないんですよ。そうなんですよ。
程よい。そう、あのね、置いてあるとすごいね、ボリューム出るかなと思うんですけど、身頃とこのお袖の付きの、うん、あのバランスはすごく絶妙なので、なんか、そう、すごく、そうそう、パフスリーブを着てるようにあんまり見えない。で、後ろはここに、あの背中のところに嬉しいですよね、ここタック折りをね、してあるので、ここからしっかり、あの生地が出てきます。これがあることによって背中のお肉を拾わないんですね。これが、この生地だとピタッとしちゃうと背中のお肉絶対拾っちゃう生地なんですけど、ここにポイントがあることによって拾わないです。で、肩のところですね、白だとよく分かりやすい、ちょっと、ここにもね、肩のところタックが折られてるんですけども、これもそんなにボリュームがたくさん出る感じじゃないんで、あのめちゃめちゃこだわって作ってるんですけど、値段が8800円になっている。嬉しいね、嬉しいね。これはもう本当オンライン限定です。もう本当にオンライン限定です。ぜひぜひ。ますますお綺麗に。あらあらあらじゃな、古い古いごめんなさいっていう感じなのでちょっと古いよね。かわいい、安い、かわいいし安いし、そうそう、着心地もいいし、もうこれお洗濯も可能なので、で、あの真夏、この生地感が真夏どうなのかなっていう、確かに、あのなんていうんですか、薄さはないんですね、ちょうど良い肉感になってくるので、あの本当に今時期で、これね、全然羽織れます。これは全然羽織っていただけるので、このお袖だったらちょっとニットカーデだったりとか、あのお袖がちょっとドルマン系の軽めの羽織、後でまたご紹介させていただくんですけど、そういうのと合わせて、着ていただくとすごくいいんじゃないかなというふうに思います。こちらブラック、ホワイト2色の展開になってます。ね、バストが100センチ、着丈は 54.5センチ、そこまで長くないんで、まあ、でもこのパンツを、ね、合わせて使っていただくのもいいかな。お尻に程よく被るぐらい、うんうん、いいですね。で、ちなみに、じゃあ皆さん、もう、あの、せっかくね、あの、小賀ちゃんがもう履いてもらってるから、あの、こちらです。あと、白の透け感。あ、そうですか？透け感、私今、下黒のインナー着てて、うん、このぐらいなので、あんまり、あんまり肉感だったら全然大丈夫だと思いますよ。わかんないと思う。うん、これだってさ、これお袖ここについてるから、これちょっとね、あのちゃんと入れましょうね、これ、あの、はい、お袖付きの半袖着てるから、まあ、それはよくわかるけど、でも前も全然透け感もないので、透け感は本当気にしなくていいと思います。いいと思います。はい、このぐらいです。なんか身頃は透けないよ、お袖だけちょっと透けちゃうかもしれないから、ちゃんとお袖ね、あのタンクトップなりなんなり着てください。エアリズムだね、わかるけどすごくわかるけど OK です、よろしくお願いします。はい、で続いていきましょうかね。大丈夫ですかね。何でもいいな、そう何でもいいな着ちゃうから、それはもう皆さん多分、実は言わないだけで多分皆さんもきっとそうだと思う。着てる、エアリズム絶対着てると思う、私も着てるから。でもちゃんと脱ぎました。はい、よろしくお願いします。脱ぐか脱がないかという、そこだと思います。はい、じゃあ続いていきます。続いてが、フレアのカットソーです。そうだな、小川さんが、そうだ、違う、そっちじゃない。ゆるテープアートのご紹介を先にしましょう。ゆるテープアートの、こちらです。ちょっと後ろ下がりましょうか。新色、うん、こちらの、新色グリーンが入ってきました。で、元々の、カラー展開がこちらのブラックで、こちらのライトグレーでイエローでした。この2つはもう本当に早かった、もう2週間でなくなっちゃった。だから、入荷待ちの方も非常に多い、多分全国にいらっしゃると思うんですけども、あのこのカラーはやっぱすごく、ね、絶妙だったんですね。これはね、多分夏見えじゃないんだよね。これもオールシーズンカラーですごくいいと思います。で、ちゃんと差しにもなるし、でこれライトグレーなんですけど、見え方は白と同じような使い方ができるので、特にあの入卒シーズンが今まだもうちょっとね、あると卒業式シーズン、今度入学があると思うので、その時にあのどっちかね、持ってらっしゃるといいかもしれない。きれいめのブラウス、後でご紹介させていただくんですけども、そちらと一緒に見ていただくのはすごくね、いいと思います。で、こちらイエロー一応ネットに掲載させていただく数はね、あの振り分けちゃったらもうなくなっちゃったんで、そう、本当本当。で、これが新色の、グリーンになってきます。すごくいいです。あのグリーンでも、今年のね、グリーンはちょっと待ってね、ちょっと持ってきますね。これくすみっぽい感じ、ブルーグリーンの色ですね。ちょっとライトの感じで色が分かりにくいけど、見えるかな、こんな感じです。そうそう、このパンツを持ってる方多いと思います。形も綺麗だし、着やすいので、そう、今年のグリーンって結
構割とコーチ系のもうザ・グリーンみたいなのが多いんですけど、やっぱりこれって取り入れるのが難しいって言われる方結構流行ってるからすごい多いんですけど、このねグリーンはなんかブルーグリーンみたいなすごくね絶妙なカラーで、あのこういう白トップスとかあのグレーとかすごく綺麗な色とかに合ってきます。これはねよかった、デザイナーさんこれ、ね、色チョイス私やりました、トワミというかバルーンで、やってデザイナーさんがね、ここのリラートのデザイナーさんがこれの 色上がりで、あの絶対に違うかと言ってくださったので自信を持っておすすめします。ね、これね、実際見てみると本当にいい色で、わかるかな、ちょっとこの色の感じわかりますかね。このか、うん、いいです、いいです。これはもうあの 見に来てください。一応店頭にはありますので、こちら店頭から。これどうですか、入っていただいた方多分ね、結構いらっしゃると思うんです。ね、あのコメント残していただけるとすごく嬉しいんですけども。入ってくれますか、うん、入れてくれ、うん、このパンツ履きやすいです。そうそう、ありがとうございます。もう少々早くゲットしていただいた。一番初めにゲットしていただいたので、そうそうそう、素敵でございます。色をね見てください。うんうん、絵欲しい、どうしよう、ぜひぜひちょっとやってもらっていい。でこの黒なんですけど、あの真っ黒ではないんですよね。ちょっと明るめ、若干こうネイビーっぽい感じもするけど、なんかあんまり春に来ても重くならない黒のようにあれじゃないか。探してる、私着替え、あったあったあった、お着替えを探してたそうです。でこっちのイエロー、なんかイエローって絶対着れないよっておっしゃるんですけど、履くといいねってなるので、これはちょっと黒もライトグレーもいいけど、こっち履いてほしい。色伝わってます。ありがとうございます。よかった。サイズはそうです。ワンサイズ、フリーサイズになってて、総合ムーなんですよね。そうそうそう、すみません、ありがとうございます。ウエストの、うん、がいいです。あ、そうですか。ありがとうございます。なので、そう、これはね、ぜひ履いてほしい。うん、もうね、黄色気になります。そう、はい、黄色これめっちゃいい。黄色めっちゃいいですよ。いい、黄色がね、あの、あんまり見ないかもしれないけど、うんうん、あの、よかったね、この色は、うん、そうそうそう、どうしてもね、あの、この生地から色探さないといけないので、あの、何でも色ってできるわけじゃないんですね。あの、なんかスワッチって言っていろいろあるんですけど、その中でもこの色はやっぱりなんか出方としてはすごく珍しいカラーになるかなと思います。色が綺麗、そう、色が綺麗。パンツはね、コーディネートで必ずまた出てきますので、お知らせさせていただきます。じゃあ続いていきます。続いて、小川さんは、これのブルーに、あ、そうそうそう、そうですね、はい、よろしくお願いします。じゃあ私入りますね。続いて、あ、ね、このゆるテーパードの、価格なんですけども、まあ、前回と変わらないですね。14,300円。こちらは国産というかですね、あのパタンナーさんがもう九州の方で、生産も九州というか福岡ですね。もうメイドインジャパンで福岡でっていう風に作られたパンツになりますので、あのぜひぜひこちらの、ね、履き心地は試されてみてください。続いて私がね今着てるんです。これってあのまたまたねちょっと短めトップスです。このねフレアスカートとはすごくやっぱり相性がいいんですけど、こちらはですね、あのオールカットソーになってます。フレアのカットソーで、お袖もちょっとさっきのより長めですかね。で、あの身頃はさっきのよりもちょっとゆとり系のやつで、フレアカットソーっていう形で、出させていただいてます。こちらですね、お値段ちょっとワンマークですね下がります。7700円っていう形ですね。だからちょっと T シャツ代わりにこういうのは1枚持ってらっしゃるといいかもしれないですね。ポイントはここです。リラートっていうあのロゴの、タグがついてたりとか、もうシンプルなんですけども、あの女性らしいシルエットで作って、やっぱり私はこのやっぱりお袖が嬉しいかな。これぐらいあるんです。スカートロスいいですよ。でもこのスカートもあのトーニーのお客様持ってらっしゃる方きっといらっしゃると思うので、あのスカートはやっぱりいいものをやっぱボトムスって、なんかねやっぱりいいものを一着持ってたら上をどん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 着回していけば、あのたくさん素敵なねコーディネートできるので、
ニャンデスト安いニャンデストですよね、本当に。さっきの、お袖の、綿素材のが、8800円でした。今回のこのカットソーは7700円。もうたくさんね洗ってね、たくさん着ていただくことが、やっぱり夏はねどうしても洗濯をすることが多くなってくるので、今週末ちょっと寒いんだけどね、あれだよね、あと多分あと1週間くらいしたらね、そうそう、私なこの前先週だからそれこそ福岡の月火水ぐらい、ちょもう本当暑かったよね、私半袖だったんですよ、半袖で早く半袖で登場して、なんか本当にびっくりするぐらい、そうなんですよ。でもねやっぱりねすぐね行きますから、そう、それそうですよ、私はブラックスポットってなんか悦子さん言うからやめてくださいそうなんです、あのまだケアはしておりませんので、このままのカラーはこのカラーは継続です。これめっちゃいい。で一応彼女が着てるのがブルー、綺麗なブルーですよね、本当に。だからね、なんてあのちょっと光的にここから見るとちょっとパープルっぽい感じの色味なんですけど、あのこれ結構明るいかな、なんかちょっと目がさえるようなブルーに見えるんですけど、割と直で見るとそんなにあのめちゃめちゃ明るいブルーじゃないの。これね、あのオンラインのサイトの方で見てもらった方がいいかもしれない。その後ろ、おいいですよね、ここなんですよね、ここめちゃくちゃいい、ね、なんかさ、ここあのこのお肉ね、なかなかね腰って取れないんですよ。だからあのここ全体のそのボスさんはあのダイエットね、やっぱりあのするときに痩せるから、でも今のここのやっぱここをねどう見て、だから絶妙に隠すかってめちゃめちゃ大事じゃないですか。そうそう、その時にこの絶妙なやっぱりね感じは嬉しい。でこのゆるテーパードとこの短さがねまたいいですよね。タックがちょうどこれ出てくる、これゆるテーパードのグレーです。もう白見えするんですけど夏にするね、これでもサンダルとかいいですね、合わせてたら可愛いと思います。で一応1、2、ブラックもちょっと決まり、はい、じゃあお願いします。でこれが着丈がね前がね49センチです。で後ろが58センチなので約10センチの差ですね。で素材的には A4 なんです。 A4 なのでねすごく柔らかいので、気持ちがいいと思います。大事大事、分かります、分かっていただけますよね。本当にもう大変です、いろんなところをチェックしながら選ばないといけないので。でもやっぱりジャストフィットで決まった時もなんて気持ちがいいんでしょうって思うぐらい、何回も同じの着るっていう風にきっとなるはずなくて、私もなります。なので私も毎シーズン着潰しちゃうので、去年のフレスカはもう着潰してます。なので新しいの買わないといけないので、今年はね期待してます。ではそれまで のフレスカだとね、もう本当に真夏の最高の涼しい時に着れると思うので、それまでの間はねしばらくこちらのカットソー T シャツで合わせていただきたいなっていう風に思います。うんうん、ゆるテーパードの合わせも可愛い。黒いね。あいいね。黒いい。やっぱこのタグ可愛いよね。これ黒で。黒。ここにちょこんとね、タグが。ここがあるだけでもいい。あのね、リラックスのタグめっちゃ可愛いですよ。これロゴのね、ポイントがすごくおしゃれなので。黒がね、あるとすごくいいかもしれないです。何にでも。そうですね、黒黒で合わせちゃえば、もう本当にどんなシーンとかでも使えるし、クラシックに合わせられたい方はいいかもしれないですね。どうでしょう。でこれもね程よいね肉感です。透け感もあんまりないので、こういう感じ でこれも手洗い可ですので、ガシガシ洗ってやってください。横タグ、うん、短くなってます。かわいい、ちょっとこれいいかも。ぐるぐるって今通やっていきましょうか。2回りぐらいやってみます。ちょっとねちょっとなんかゆるっとした、これこのポイントって、このお袖曲げるのってこなれ感出ます、出るよね。これ私もよくすると思います。素敵、またね違った白い色になっていいですよね。いいと思います。これは3色ですか。これはね3色展開です。この3色どれとってもすごくいい色です。でもなんかやっぱり今って結構皆さん辛物大好きでいらっしゃる、辛物、いやなんかですね、ネットで紹介するとなんか辛物、色物からねすごくね売れていくんですよ。でもやっぱりこうね合わせていただくと綺麗ですよね。うんうん、ボトムスだからベーシックカラー持ってらっしゃると上のトップス何色でも持ってきやすいかなというふうに。参考総裁もいけそうですね。いけそうだけど、ちょっとタグだけで気をつけてもらった方が、まあちょっとだけここだけポイッと曲げてもらうか、まああっても全然大丈夫だと思うんですけど、ジャケットとか着てもらえれば全然大丈夫かなと思います。
でこう、まあ、ちょっと私次着替えてきていい？はい、着替えてきます。で、オールブラックでいくとこんな感じでスキルも黒にして、これもでもかっこいいですね。若干、うん、近づいたら分かるかな、黒の色味が違うの分かります。こっちがやっぱちょっと明るめの黒なんですよね。しかしまあ着やすい。結構このイエローと、イエローの上って割とベージュとか明るいのもあるんですけど、こうやってこう黒でグッて締めてあげてもまたイエローの方がね、使っていいですよね。かっこいい、かっこいいんですよ。私あんまなんかね、黒着ないから似合うかなって思ったんですけど、でそうですね、私。なるほどね、夏の初盆のお参りなどでも使えそう。確かに、でも確かに、この生地感だったらいけるかも。色合わせいい。いいあと、結構お持ちの方いるかもしれないんですけど、このプリーツパンツ持ってる方、ね、多分持ってるかな、みんな。こんな感じで、柄物と合わせて、ちょっとカジュアル使いしても、すごいバランスよくていいですよ。そのイエローいいな。いいでしょ、多分、ね、数結構少ないのでオンラインでちょっとポチッてした方がいいかもしれない。あらかわいい、あらかわいい、そうそうそう、そうそう、ガーメントプリーツのスカートも絶対合います。ほぼ合っていないけど絶対合うね、プリーツの感じ。いろんなコーディネートを楽しんでいます。あ、いいですね。じゃあちょっと次、それ次どれだっけ？どう？マネージャーこれもね、自分のリアルバイスター。そうそう、ベージュのこれとこれとワンピース、キャミワンピース、キャミワンピース。うん、どっちか色も入れて。そう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 。はい、ちょっと今日は2人でやってるのでゆっくりさせていただきますね。ゆっくりってなってたと。続いて、私普段あんまり格好しない感じなんですけど、ちょっとねパンツと、こちらがリバーシブルペーパーヤンニットっていう形でおすすめさせていただいてます。だいたいこの時期にペーパーヤンっていう形で、これですね、和紙が、練り込んであるというか、和紙と一緒に入れてる、素材です。メイン素材が45、04、29、和紙26っていうか、可愛いですよね。美容師さん、あ、確かにこれなんか美容師さんいらっしゃるっぽい、いらっしゃるっぽいっていうか、なんか美容師さんいらっしゃいますよね、これね。確かにこれリバーシブルなんです。これね、両側、これですね、今こっち側で着てるんですけど、これね、ひっくり返すと色の見え方がちょっと違ってくるので、ちょっと出します。いやー、襟元かっこいい、ありがとうございます。これですね、今私が着てるのは、失礼します、このままです。このままで、これがひっくり返ます。ひっくり返すと、まあ、見えたらそこ見えるかな。あ、そうそうそう、縫い目を中に持ってきて、こっちでもう綺麗に着ていただくこともできるので、これリバーシブルで、そういう意味です。両どっちでもいいよ。私なんかこのね、こっちでフラット感で可愛いよね。この感じで合わせて着ていただくといいかなって。ごめんなさい、これちょっと袋から出してすぐなんで。で、縫い目が出てくるのが可愛いですよね。私もそう思います。縫い目が私も出てくる方が可愛いので、でリラートさんは失礼しますね。ミラコさんは先ほど言ったようにこっちもねタグついてるんです。で、両前で着れるようにこっちもね可愛いタグがついてますので、どちらでもリバーシブルで使っていただけます。で、このペーパーヤンの素晴らしいところはやっぱり肌離れがいいところと、あと見た目だったりとか触り心地って麻っぽい感じになるんですけど、麻ってちょっとチクチクっとしちゃったりするんですけど、それがねないんですね。本当に肌触りがいいです。で、一応着てもらってます。こんな感じです。うん、で、
ベージュと一応ブラック。でベージュはね割と全体的に柔らかい印象になってきます。あ、その刺さり方真似します。立ちながら畳むのって、そう、私たちずっとやってるからだけど、だからね、お家の洗濯物も割と立ってね、パッパッパッってやったりしますよ。お洗濯表示はカット、うんうん、これはですね、洗濯手洗い、可ですよ、これは、大丈夫です。で、ついてるんですけど、うん、もう本当に甘っこう両サイドだけしかついてないので、うん、もうお家でカットしてもらって、取れます。綺麗に取れるのでご安心ください。こういうリバーシブルものはね、よくそういう形でしてますので、縫い目なしできると、うん、あ、脇のタイプですね。そうですね。サクサク、これはシスケイトって言って、こういうものっていうか端しかカツカツっとしかつけてないので、よくリバーシブルものあると思うんですけど、角は簡単に洗濯表示のやつは取れるようになってますので、ぜひそれお家でリバーシブルだけど角があるから切れないと思われている方はぜひ取って使っていただくといいんじゃないかなというふうに思ってます。こちらが15,400円になりますね。夏場に T シャツ着て日差しがやっぱり辛い方ってきっといらっしゃると思うんですよ。その方はもう絶対こういうペーパーヤーの方がいいですね。お袖もあるしちゃんと風も通しますので、真夏とかでもやっぱ着られてる方って結構いらっしゃるので、シリーズでねもうちょっとね出てくると思うんですけど、まず初回でですねこちらご紹介させていただいております。ニットはね夏でもサマーニットっていう形で出てきますので、この縫い目ですドルマン系のね。お袖がね割とねたっぷりめです。肩がこうちょっと落としてるような感じなので、古賀さんが戻ってきたのこの感じです。このぐらいですね、お袖これぐらいそうそうそう、私はこれぐらいですね、そうそうそう、私これぐらいですね、はい、ハポッとしてちょうどいいですよね。で私普段あんまりパンツ履かないで、このパンツがねめちゃめちゃいいんですけど、これはねまだ販売してないのと、販売してないのっていうか販売はしてたんだけども、イラートさんが一生懸命ね企画してくれてるんだけど、これ私ちょっと何の話やってるんですか。ちょっと脱線します。脱線します。よいしょ。これですね、私黒履いてるんですけど、これカーキなんですよ。でこれウエストがですねこういう感じでドロストでギューッと絞って、で私これね形がね嬉しいのと生地が嬉しいのと、このポケットとか全部このに惚れて買ったんですけど、これは脱線ですよ、これ売り物で、今売り物っていうかこれ生産をしたいんだけど引き受けてくれる工場がないんですって。で縫い方が難しくて、でもそのリラートさんがやっぱこれ作りたいって言って今工場を探してらっしゃって、で作る工場ができたら、私もすごいこれファンでめちゃめちゃ履いてるパンツだから、皆さんにご紹介できたらしたいなっていうふうに思ってるパンツなので、本当にね両方私今日皆さんに見せたいなと思って持ってきたんですけど、くるくるくるいやこれシワにならないんですよ、シワにならなくて、もう本当にね使い勝手が良くてですね、私これ両方持ってるんですけど、なんかこういうシンプルなニットだったりとか T シャツの時にサッと合わせて着れるから、これね絶対私皆さんにお勧めしたいので、ちゃんと工場を探してもらって皆さんにお届けできるように頑張りますので、ぜひ期待しておいてください。待ってます待ってます。本当にもうぜひこんなところで時間食っちゃいけないんだけど、じゃあ次行きます。たくさんの他にご紹介しないといけないってことがあるので、次はハイヘルスカート気になるってことですか。これ実はワンピースなんです。ワンピースなんです。前のライブでそうそうご紹介してた、ご紹介してたこれです。このキャミワンピースそうなんです、を重ね着してこうスカートとして使ってます。今かわいい後ろでねこうサイズ調整もできるで、これネットはね多分載ってたかな、もう載ってないよね、各位置しか載ってないので、欲しい方よかったら連絡ください。メーカーさんに聞いてみますのでちょっと着替えます。これもちなみにリラートさんで同じメーカーになります。で一応私着てるのがピスタチオっぽいグリーンなんですよね。でこっちがさっきのこれとちょっと色味、若干違うかな、ちょっと似てる感じのブルーのお色味の色味。こっ
これはなんか着てみて、私身長164で、まあ、胸のここぐらいまでこの秋が来てるので、もうちょっとこうグッて上げれるので、身長が150センチ台の方でも多分これは着れるんじゃないかなって思います。ポケット付き8か9ないと着れない。8か9ないと着れない、はい、158か9ないと着れないそうです。店長情報が今入ってきました。で店長は着れなかった、私横がついたから、ね、あ、店長の156センチだと横がつくそうなので、ちょっとこう身長はですね選ぶかなといったところです。何時だったんですか、意外ですよ。でこのマンティのインナーとしてもこれ着れて、あの私和紙、これ和紙が入ってるってさっきマネージャーがおっしゃってたんですけど、和紙の良さって蒸れないんですよね。なんかこう紙の構造的にその汗をかいてもちゃんと吸湿性があって、ちゃんと汗を逃がす、熱を逃がしてくれるので、本当に夏に着ても涼しく着れる素材なので、私結構和紙入ってるの好きです。綿も好きです。かわいい、かわいい、マネージャーかわいい、本当いい、姫様が来ました。あ、全然違います、お姫様じゃないです失礼いたします。着替えてきました。あのパンツカーキです。これがカーキの方がよくわかるかもしれないです。この感じです。で、まあ、これとか言ってるけどまだないんだって言ってるのに、私すぐないやつしちゃうからごめんなさい。あの次ですね、これ次はこちらなんです。メインはピンタックのはしごレース。そしたら、はしごレース、うん。そうですね。これでちょっと合わせてみてください。小川さんにまたお着替えしてもらってます。この、ピンタックはしごレースの、ブラウスなんですけど、これ実はワンピースで前回ご紹介させていただいて、すごいやっぱり、人気だったんですけども、こちらのブラウスバージョンが出てきました。やっぱり着やすい。で、しかもこれ、いち早くね、店頭でね、置かせていただいてるので、もしかしたら見てもらってるかもしれないです。そうなんです。こういうカーゴパンツだったりとかに、さらっとちょっとドレッシーなブラウスを合わせるのって素敵じゃないですか。私の本当にやりたかったスタイリングなんですけど、そうこういう感じでちょっと合わせて、で足元スニーカーでもいいし、ヒールのパンプスも可愛いかな。ちょっとパンプス合わせてみよう。ぜひぜひね、可愛いですよね。やっぱりまだあのお袖物で合わせていただけるので、ちょっと待ってください。ちゃんと靴下を脱いで失礼しますね。よいしょ、着替えを合わせてもらってます。これね、工場見つかり次第生産に入りたいと思うので、幻にならないように一応ですね、こういう感じでちょっと足元だけちょっと綺麗めのパンプスに合わせるのどうでしょうかですね。でこれが、一応熊本でもう事前に発売されて、もうフォローも来てくるぐらいやっぱり人気 のタイプになってます。一応私白着てます。で黒があります。黒もいいですね。黒もこういうカーゴパンツとか、黒も好きかな。あ、かわいい。で、あの時ワンピースでもあった色です。こちらイエローですかね。イエローだったかな。なんかあるね。イエローだったよね。これイエローだった。イエローですね。イエローです。で、これ下はプリーツの変形ドットのこちらはグレーですね。で、このグレーがね、ちょっとね、この玉のね色がちょうどなんかちょっとベージュみたいな、ちょうどこの。これにね、すごくね、相性がいいので、一緒に合わせて着ていただくと、すごくね、いいと思います。今日のラインナップ、めちゃめちゃ、ありがとうございます。このパンツね、今度私、千葉に行くんですよね。その時にね、持っていきます。持っていくし、その時に生産工場が決まってれば予約も取りたい。本当に。そう。これ29,000円ぐらいするんですよ、値段。めちゃめちゃいいお値段するんですよ。めちゃめちゃいいお値段するけど、ね、やっぱ全然生地が違うので、生地と縫製の難しさ。このポケットまた、ちょっと待って、やめて、どうぞじゃない。これないから。これまたすぐ喋るから。そう、好きなこと喋るから。これじゃあ置いときます。私ごめんなさい。また今度しっかり、ぜひ言ってください。いくらでも喋れますので、よろしくお願いします。で、そう、千葉に来ます。千葉にね、いつだったっけ、7月の8、9に来ます。で、8の、お昼とか、2、3時ぐらいに入って、
3時ぐらいからインスタライブやって、で9日はもう朝から千葉に入って、で夕方の、成田かね、成田です、私成田から帰る予定にしてますので、よかったらぜひ、ね、いらしてください。ね、ぜひぜひ、そんなのがあります。あれ、矢野前からこれインスタライブ一応しようと思ってるからランニングはちょっとぜひ聞けがないので、ね、そうでも楽しみましょう。ぜひせっかくなんでね、私も楽しみにしてます。うんですね、このピンタクハシゴレース熊本でね、いち早く販売させてもらってて、やっぱりね、着心地とこの、ピンタクハシゴ、これもう見てください、このドレッシーさ、素敵でしょ。このハシゴレース、細かいハシゴレースとピンタックがこういう風にね折られてるんです。なんかこのなんていうんですか、これヘリンボーンっぽい感じですね。素敵ですよね。これが17,880円になってます。でもうなんていうんですかね、型抜きとかしなくていい。これはもうそのままドレッシーが素敵に難しくなく着てもらうのがね一番いいと思います。でボトムスはこういうスカートとかでもいいし、フレアのなんだっけ、マルシャルテルのフレアとかでも全然大丈夫なので、そういった形で合わせていただくといいかなと思います。みんな千葉に行くみたいですよ。そうですか、行きますそうそうそう、一応行きます。一応もう 何事もなければですよ、本当に、ね、前回もだって行く予定だったけどコロナで行けなくなっちゃったので、今だと多分大丈夫だと思うから、ちょっと滑り込みで頑張っていこうかなというふうに。デニム合いそう。そうそうそう、シンプルなデニムには最高です。ちょっともうデニム履いてもらおうかな。デニム履いてそのまま次さ、フリルニットに入るからね、私のまた好きなデニム履いてきます。はい、入ってください、はい、ですです。デニムもちょっとぜひねやってみましょう、コーディネート。今回ねトップスがねすごくねお手頃だから、一番初めのが8,800円で、次が7,700円で、このピンタク走りゴレースが17,880円っていう感じですね。大丈夫ですかね。そうなんです。ちょっと皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。やっぱりね、ちょっと動けないとね、悔しいですよね。そう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 。聞きたい。矢野さん、遠征のもう一度聞きよう。遠征の件も。遠征ですね。はい、遠征ですね。遠征ですね。まず千葉に、いつだかな。8、だから金曜日です。金曜日の、お昼過ぎ、なんか2時とか3時ぐらいに、ね、入る、あ午前中はね、ちょっと、予定では、ちょっと別の店舗に行こうと思ってるので、でその後に、もうその夜、もう千葉にもうね、帰るし、そう、みんな、ご飯食べようね。みんなっていうのはスタッフね、そうそうそう、お客様にご飯食べようね、今マジで失礼すぎるか、そういったことは言ってしまって、もう食べて、まあ、ちょっとスタッフですね、スタッフさんと一緒にね、行こうねみたいな。びっくりするよ、お客様に最高でみんなとかって、そんなことはしません私。そうなんです。なのではい、そうです、ぜひぜひそういう感じでございます。楽しみにしております。です、これどうでしょう、デニムで す。これあれですね、小賀さんのね、ミキチャーウィーメイド、そうそうそう、岡山デニム、私もリアルバイしたやつで、うんうんうん、もう常にこの上入ってる。そうそうそう、めちゃくちゃいい履き心地がいいタイプになっております。もうちょっとカジュアル合わせ、もう全然バランスがいいよね。でこれですね、綿100じゃないんですよね、低温がね50入ってるから、すごくね気持ちがいいです。お袖の手の入れた時もそうだし、こうやって持った時もすごくしなやかなので、ぜひぜひ。1年後、2年後、ね、やりたいよね。きっと私やりたいと思います。ぜひよろしくお願いします。裾のラウンドいい感じ。ここですね。ここがちゃんとラウンドになってますのでね。綺麗ですよね。綺麗です。入りも綺麗です。で、なんかインしてもね、結局インした時にインってね、やっぱり、ね、スリットが入っておかないと生地のね流し方が逃げなかったりとかするので、ちゃんとインしてると後ろもしっかり綺麗に落ちてくれるの
ので、すごくね、流れが綺麗になる。スリットってすごくね、大事なんですよね。トワミ、トークショー。え、トークショーじゃなくてね、できればね、トワミ、ファッションショーやって。もうトークショーじゃない、トークショーじゃない、あのファッションショーです、やるなら。マジでお洋服屋さんです。お洋服の間違いがないようにお願いします。びっくりしちゃった、トークショーになっちゃってた。気をつけ、ファッションショーですね。はい、よろしくお願いします。はい、こちらね、ごめんなさい、もう話が飛び出ちゃった。これ、ピンタクはしごレース、17,780円になっております。こちらは、店頭にも一応在庫があればなんですけども、ぜひ、やってみましょう。オフ会的な、いいかもしれない。オフ会っていうか、なんかね、よくありますね。ブランドのファッションショーのお客様お呼びしてとかって、そうそうそう、軽食でとかって、やってた。うちの代表もなんか前、なんか会社の時にしてたんで、そういうのやりたいよねっていう話してたのは話してたので、まあ、こういうコロナの状況なんで、今現実的にしてないんですけど、まあ、やれる時があったら絶対私たちやりたいなっていうふうに思ってますので、ぜひ。じゃあ続いて、これ、そのままさ、赤着よう、赤。黒は紹介した。黒紹介した。うんうん。まあ、はい、赤。赤いきましょう。ですです。こんな感じです。三角形。ぜひ三角形。なんか私前ねやってた時、前の会社の時にやってた時は、それこそこう皆さんお呼びして、でファッションショーやって。ファッションショーかメインかな。ファッションショーやって受注会やって。とかなんかしましたね。あ、そう、あとバンド呼んだりとかなんかで、ね、そういう時代もありました。そういう時代もありました。バンド呼んでとかで、ね、なんかそういうことをね、私22とか3ぐらいの時にいきなりね、やるこういうのやりますみたいなスタートして、私めっちゃ企画してホテル取ってとか私やったんですよ、昔。今思い出しました、そういうことやってました。そうそう、矢野さんが代表ではない、何のですか、私の代表なんですか。前の会社のやつかな、よくわからない。わー、小田さん、いいです、いいです。もう表紙に負けない鮮やかさ。これです。素敵。可愛い。気持ちいい。そうそうそう。素敵です。ちょっと今ね、ファンミーティングとかいろいろそういうそっち系の話で、あれするんだけど、ちょっとこっちに行きましょうかね。こっちです。はい。こちらがフリルニットです。こちら9900円になってます。これは、ちょっと小柄な方というか、私だとちょっとね、ここのね、ここがパンパンになっちゃうので、私はこれね、ごめんなさい、着れないです。で、まあそうだな、まあ、普通の、まあ、L サイズの方とかは全然大丈夫だと思いますよ。で、M サイズで SS サイズの方とかでも、ね、かわいいでしょ、もうハートがいっぱい赤がいっぱい、すごいすごいすごい、これね、本当にね、赤がね、かわいいんですよ。似合う、似合いますよね。ちょっと井原さんかな、原さん今接客中かな。いや、じゃあ原さんこれで来てもらっていい？で、わあ、めっちゃ反応すごい、これ。めっちゃこれね、これまたバイヤーのバイヤーのじゃなくて大坪いるでしょ、しつけ裾を発見した大坪がいるじゃないですか。大坪がね、これはぜひと、そう、これはいいと。で、これね、本当にね、何がいいかって言ったら、このね、お袖フリル、まず二重になってるのと、このお袖口、ここにね、わざとね、ギャザーを寄せてるんですよ。これニットなんですよ。ニットなんですけど、ギャザーを寄せてるので、このフリルが死なないんですね。こういう風に二重にしてあったりとかするものって、このフリルがね、へたったりとかがあるんですけど、ちゃんと縫製の時点で、この縫い合わせの時点で、しっかりギャザーを寄せてますので、立体的、すごく立体的。なんだけども、身頃はすごくね、シンプルで、すごくね、生地も柔らかいんですよ。このぐらいの、ちょっと、まあ、透けそうな感じだけど、意外に赤だとあんま透けないね。で、このぐらいで、そう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 。で、お尻も、うん、まあ、3分の2隠れる。そうです、そうです。そうなんです。これはね、本当に素敵。で、赤と、グレーと、ブラック。ちょっとブラックも着てこようか。ちょっと赤、名残惜しいと思うんですけど、目に焼き付けていただいて、ブラックを着てもらいます。そう、フリルが死なないんです。なるほど。え、なになに？井原さん、かわいい？井原さん、どう？靴？うん、いいよ。ああ、そこのヒール履いたら大丈夫。ちょうど、あ、素敵。ここにはいっぱいシューズもあるので似合うよ。
原さん。とか言って。ほら、ほら、よくない？こんにちは。こんにちは、井原です。井原です。ちょっと今テントを守ってもらってました。かっこいい系統のコーディネートが良さそうで、ああ確かに確かに。素敵だよ。涼しい。涼しいよねこれ。なんでこれ涼しいんだろう。なんで涼しいの。これね、なんで涼しいんだろう。あ、素材書き忘れてる。A400 か。A400 でこれね、あのドライクリーニングに一応なってます。ちょっとお素手もフリルになってるので、あの一応ドライになってます。綺麗ですよね。この組み合わせも好き。これ新色ですよ。だからさっき言ったようにあのグリーンはこういうちょっとあの白とかでもいいし、優しいグレーとかに合わせるとすごく大人のコーデになるので、あの一着持ってるとカジュアルにもいいし、綺麗めにもなんか。だってクールな感じの印象、それこそこれ誰のかよくわかんないんだけど、これ誰の？そうそう、これグレーあのシルバーのポーチポーチだけど、だからシルバーのバッグ、ね、そうそう持ったらよくない？そうそう、光をちょっとここに入れて、あの持ってもらうと急に女子でしょ。そうそうそう、真夏でも良さそう。伊原さん久しぶりだったの？そうか、お久しぶりですかね。そうかな。でも確かに良さそうかもしれない。うんうん。岡田さん褒めてくれてありがとうございます。いや本当に素敵素敵。でこの黒、小川ちゃん。多いですよね。多い。いいな、ここなんだよ。ここ細く見える。ね、やっぱこれすごい。小川さんも細いけど、多分伊原さんも。細いけどやっぱさ、なんか自然にできる。そうそう、これいいね、ここの、うん、このラインもいいんだよね。これあの私もちょっと一応それ通してみたら、ちょっとパツパツなんだけど細身は確かにするなと思う、うん、マジで。ちょっと着替えてくる。色が変わるとね、雰囲気変わりますよね。黒はかっこいいですね。あ、袖のフリル本当にかわいい、かっこいいというコメントをいただいてますよ。ねえ、ちょうどいい、うん、くびれニット、くびれニット、本当にすごくないですか、くびれですね。なんかここにやっぱボリュームがあるから、よりなんかね、うん、シュッと見えますもんね。見える、うん、そしてなんか私は撫で型なんですけど、撫で型はもちろんもう肩ができるからいい感じ。私は結構肩がしっかり骨が強めなので、本当にパフスリーブとか着ないんですよね、うん、より強く見えてて、なんかこれも、ね、なんか井原さんこれ着たらって、いや私ただそれ微妙かもって言ってたんですけど、意外に着たらめっちゃ可愛いです。やっぱ生地が柔らかいから、そんなにピンって、うん、あのあれベジータスタイルにならないっていう。ベジータそうですよね、優しく包んでくれてますので、もうちょっとゆったりか、ゆったりタイプの形、この袖で多分、うんうん、もうちょっとこうゆたってしたってことですよね、岡田さん。ね。でもマネージャーがなんかこれ結構マネージャーね、もう違う方。あ、もう違う方に入ります。あ、本当ですか。伊原さん体型なのでとっても参考になります。ああ、もうありがとうございます。ね、でも赤意外と、いや赤めっちゃ可愛いと思う。めっちゃ可愛い。デニムカラーはすごくいいし、ニルテイカードとは思う。そうですね、ライトグレーとか、うんうんうん、白デニムとかこれ合わせてもらいますね。本当ですね。作ってほしい。あ、小谷さん大きいのやつを作ってね。そうですよね。これはルーツ。お母さん多分、割となんか言ったり言ってみてちょっと希望を出してみるお願いしてみるパターンがあるでも本当に豪華なフリルすごい、ね、いい、なんか二重になってると思えないでしょ、うん、収まりも、ね、柔らかいからスーッと落ちて肩が便利にするからあすごい、めっちゃ夏夏、恥ずかしい恥ずかしい、あの間違ったカラーを持ってっったから、皆さん拍手でお迎えください。いやワンピース、ワンピース、
話終わった？めっちゃ爽やか。大丈夫？終わりました。大丈夫です。終わった？ごめんね。はい、ごめんなさい。これじゃあ黒着ようか。はい。そう、これがね、ラスト。ラストだね。ラストのご紹介です。拍手でお迎え。楽しんでください。みんな拍手してくださいよ。優しいですよ。ありがとうございます。もうなんか絵文字がたくさん並んでいます。すいません。もうこれちょっと面白い。スクショしたいぐらい面白いわ。素敵です。ありがとうございます。これですね。スクエア。あら、どこ行ったかな。スクエア。ありました。失礼いたします。あ、素敵です。ありがとうございます。これでスクエアショルダーワンピースっていう感じです。で、私さっきのこれあのリバーシブルヤーンをちょっと肩掛けさせていただいてます。私はね、ちょっとねノースリーブで着ちゃうとあの恥ずかしいので、こういう感じでギリシャ、何ギリシャとかで似合いそうってどういうことですか？あのギリシャって神？神がいるところですけど大丈夫ですかね、私。ちゃんとあの私服で着させていただきたいと思ってます。そうしてほしい夏のマダム、あのなんかいろんなあのお名前をいただいております。ありがとうございます。ヤンいい感じですよね。ヤンもこういう感じで合わせていただければ、お袖見せるのちょっと恥ずかしい場合とかはこういう感じでヤンをあのちょっと肩にかけていただくと、あの意外にねこれあのニットなのであのスルスルと落ちる感じがなくってすごくねいいかなと思います。本当は羽織もしたいんですけど、地中海のイメージ、もうこれはねもう下何にも着てないです。何も着てないです。その下着はつけてますけどあのパンツとか合わせてなくってそのままいただくあの大丈夫です。ちょっと今さっきパンプス履いてたんであれなんですけど、スニーカーとかでもいいですし、このねスクエアショルダーワンピースがいくらかって言ったら、これこんだけ火に使ってあのこれで1万2100円なんです。これね、ただ井原さん体型の方、さっきコメントちょっとお聞きしたんですけど、そしたらね身長的にちょっとね足らないかもしれない。で、身幅も割とあのたっぷりめにあるので、あのこれはちょっとあの私の体型と古賀さんの体型をぜひあの参考にしていただきたいなというふうに思います。で、私実はここにねデザインが隠れてるのを私隠してるんです。なぜかって言ったら、私はお袖が出せないからなんですね。あの出したいけど、地中海のイメージがすごくね、なんかギリシャにいそうとか言って神々になってしまったみたいな途中でどういうことってなったんだけど。で、これが黒です。ね、160センチ以下だと難しいから、これがですね、着丈が、126センチなんですよ。126センチになってきて、私実はあの身長160センチなんですけど、私の場合ちょっと身幅で取られるので、ちょっと上に上がってくるっていうのがあるので、私の丈感合わせて見てください。これで160センチ、ほかちゃんは64センチですよね。今スニーカーでだからペタンコでも全然なく大丈夫なので、ただ身幅とかで若干変わってきますので、ぜひねそこは参考にしてください。で、このスクエアの、ショルダーっていうのはこういう形で切り替えで、お袖にこういうスクエアの生地がこういう風に乗ってます。で、これがあるのとないのと全然違うんですね。見え方わかります？細見えする横この前です。ここからこうやってお袖が出てくるので、あのブリッとこの肩のところがこうやってね出なくていいんですよ。こうやってこれがそうこうね、そう、私も例えば私このリバーシブルヤーを肩掛けしてますけど、肩掛けもそんなにねこうやって万能ではないんですね。これちょっとずれてきちゃったりとかする、その時にやっぱりここがクッてあるとすごくちょっと肌々しいみたいな、肌々しいになってる、なんていうんだっけ、なんか肌ヌーディーになるそういう感じになって、ここがねポイントとしてあるので、あのやっぱ細見えします。で、こういう感じで横向いたらこれです。もう横向くとノースリーブなので、あのノースリーブ夏着ますよっていう方とかはいいです。で、ノースリーブ着るのちょっとあんまり嫌ですよっていう方はこれに羽織作ってもらってもいいし、こういうなんかショールとかでもいいので、なんかあのパッと上から着てもらうとすごくいいかなというふうに思います。生々しい、生々しいか、生々しい、そうですね、生々しいですね。どれ誰ですか？井原さんが着ると、井原さん着てみようか、そしたら参考に。ねえ、ねえ、井原さん着てみよう。横向くとノースリーに見えちゃう。横向くとノースリーですよ。ノースリーに見えちゃいます。しっかり、うん、これ最高。失礼しますね。ちょっとじゃあ井原さんにも着て、井原さん着てみましょう。
井原さん、はい、いいですよね。ちょっとこれ合わせてみてください。はい、たまたまちょっと黒のね、トマトの、そう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 、素敵に着てもらってます。感じです。これこれだけ生地で、しかもこれポケット付きなんですよ。なのでちょっとリゾート行く時とか、あの真夏の時、私はねよく私あるあるなんですけど、なんか例えばタイだったりとか韓国だったりとか、自分の国じゃないところに行くと急に大胆になってノースリーブが切れるっていうこと、私あるあるであるんですね。だからその時とかはこれをねポンとね、パンと脱ぎ捨てて、多分これきっと1枚で切ると思います。リゾート地に行く時はねすごくいいかなと思います。なのでなんかちょっと普段はっていう方はこれかもしれない。でもちょっとね、お出かけとか、なんかディズ気分がいい時とかは、ね、あるあるって書いてくれてる。私あるあるかも。いや絶対皆さんあるあるですよね。岡田さん、なんかすごい難しい漢字を送って、上下的なお袖。上下。何それ言えない。言えない。岡田さん、これは上下的なお袖。そうそう、タイとか行ったら暑いから、はい、なんかみんなノースリだから、こうやってね、旅行行ったりとかの時にすごくいいので、そこなんかある時にはいいかなというふうに思ってます。うん、ワンピースいいですよ。審査さんが2人最高。あとお洗濯。そうそう、お洗濯ね、これ大丈夫です。してもらってもいいんですけど、割とね生地が割しっかりしてるので、干す時パンパンとしてもらって、これやっぱ綺麗だな、やっぱ AI こうめちゃめちゃ綺麗だね。こう横浜の時とかすごいわかる。すごく綺麗、いいですね。そうそうそう、パンパンってしてもらって大丈夫です。でもしあれだったらもうしっかりアイロンかけてもらうといいかなと思います。井原さんどうかな。ギリギリいける。ギリあ、でもさ、あれだね、ちょっと分かった。井原さんの場合は身幅が足りないわ。身幅肩はでもちょっとね、こうやってしたらいいか。さっきでこうやってなってて、結構ピカピカ浮いて見ちゃってたからこの感じです。足元ちょっと後ろ下がりましょうか。この感じです。ボタンコですね。今ボタンコ靴でギリギリしかないけど、156cm、155以下だとちょっと厳しいかもしれないですね。ボタンコは6でギリだから8か9ぐらいかな。あ、脇はねちょっとこのぐらい空いてるのでインナーは合わせた方がいいですね。そうですね。ですです。リゾート地行きたいですよね。行きましょう、今年こそは。もうね、行けるかな。夏間に合わなそうだけど歌う。あとは結局もう本当にリゾート1枚で着てもいいし、羽織がいい。で、私はこういう形でちょっとこう別にこれぐらいだったらちょっとちらっと見えてもさ、うんうん、いいじゃん。だからこう私のスタイリングも参考にしてください。で、もちろんちゃんとね羽織もあるんです。で、この羽織が最高なんですよね。大丈夫、ブラウスも着てみてください。ブラウス、さっきのこれこっちで黒してみましょうか。予約でね、お知らせしてたと思うんですけど、予約で入れてる、よいしょ、フード付き。ベージュを持ってきてくれ。ベージュ、あそこのベージュ持ってきてくれ。これちょっとね、ドレッシーなワンピースにこれ合わせてるんですけど、この、フード付き、ウェザー、ギャザーブルゾン、これ14,080円。これね、本当に何でも使えるので、ごめん、そしたらさ、でね、これさ、なんかカジュアルスタイリングで組んでくれる。例えば、デニムに白 T にこれとかでもいいし、なんかボーダー T とかで、あ、ボーダー T がある。ボーダー T ある。うん、あ、行ってきます。そうそうそう。これね、もう一色あるので、ちょっとそれスタイリングで持ってきましょう。これがですね、フード付きギャザーブルゾン、軽量なんです。すごく軽量です。で、ゆったりとした、ジップの、羽織物になります。これは、なんていうんですか、夏に、ニットカーで夏の羽織ってすごいね難しいって私も思うんですよ。朝のジャケット着るかな、それともニットカーデなのかなとかってすごいね思うことあるんですよ。で、私ニットカーデだとどうしてもね肉拾っちゃうので、あんまり着たくないなっていう風に思っちゃったりとかするんですけど、でも羽織は必要だよっていう時に
これはねめちゃくちゃ雑草だと思いました。これ展示会に行って、これね前回さ熊本のね澤田さんの展示会に行って、これめちゃめちゃいいよねって言ってお願いしてて、でメーカーさんもこれ2回目の再生産で私はちょっと遅れて発注したんですけども、こちらがですね発送までに、ね、ごめんなさい10日かかります。これサンプルになりますので、もう一色持ってくるんですけども、お渡しが10日以降になりますので、これぜひ予約になります、予約販売になりますので、ぜひでおしゃれはねこうやってゴムです。で裾もゴムになってるんです。ちょっと待ってね、説明一旦終わってからしてで、これかわいいよね、井原さんもいいよね、これ欲しいよね。これ絶対涼しいもんね、うん、でこうやって開けてそのワンピースにもいいしバランス取れるし、うんうんうん、これはね最後にね超おすすめな一番です。数ないんですか？これ予約にする、予約にしてメーカーさんにお願いする。でもそれでもねやっぱ数には限りがあるので、ちょっとメーカーさんとこうやり取りしながら、数見ていこうと思ってるので、これこのお袖嬉しいよね、うんうん、でここにすっごいキャザーがなってるので、ここギューッと絞れるんですけど、今これマックス絞ってなくて絞ってなくてこれなので、うんうんうん、多分ね絞るともっとギュッとなっちゃうから、まあ、好き好きなんですけど、これで全然いいと思う、うんうん、ちょっと締めてみよう、まずはで、もう一色ちょっとね優しいカラーです。ベージュですね。ちょっとカジュアルに合わせてみました。でこの2色になってます。このぐらいちょっと真っ白ではないです。それこそちょっとピンクがかったオイスターっぽい感じの、色味になってくるので、このチャコールとこのオイスター2色での予約になってます。でこっちがねちょっと入荷がまた遅れてるっていう感じ、まあ、でも10日前後にはお送りできるかなというふうに思ってるので、4月入る前には皆さんにお届けできるかなというふうに思ってます。これワンピースと一緒にどうでしょう、可愛いよね、高校のシルエット、そうそうそう、さっきね別のお客様にも見てもらってすごく可愛いって言っていただいてます。めちゃめちゃおすすめです。で、ちょっと待ってくださいね、オイスターソース、オイスター、カキのオイスター色、カキの色、ね、そうそうそう、カキの色、オイスターソースって、オイスターソースが濃い、オイスターソース、まあ身近だけど言える。でこれです、ピンタッカシコレース、全然大丈夫ですよ。サイズ感は伊原さんの感じでもこれは私でも大丈夫だし、伊原さんでも大丈夫だしっていう感じですね。こんな感じ。結構ゆったりですけど、もう全然綺麗に着ていただけると、そうこれはねかぶりなのでここ全部開かないからですね、もうフルオーバーとしてぜひ着てください。はい、それは綺麗に隠れます。だから黒もねあって、カラーが白もあって、色もあってっていうところで、結構カラーバリエはいいかなというふうに思います。再びっていう感じですね。ヨットが似合いです、ヨットが似合いです。私自身がもうほぼヨットみたいになってないみたいな感じだけど気をつけよう。はいですね、この感じでございます。同じ羽織もうすっごく軽量だからこれはめちゃめちゃいいと思います。羽織夏ちょっと日差しがねこう強いのちょっと苦手な方とかはもう1回揃えてらっしゃると便利かなというふうに思います。これだとシワにもならないので、リネンとかだと涼しいですけどシワがね気になるっていう方もいらっしゃるんです。これねボーダーちょっとねこれまだ売り出しされてないんですけども、こちらボーダーしてればねこれからねたくさんカットしてね、はい、用意してますので、それはね後ほどまた4月ぐらいにはカットソー祭りで皆さんにお伝えできるかなというふうに思ってます。以上です。1時間超えてしまってます。やっぱり絶対のパンツも、ね、そう途中私パンツ離しちゃったから何をやってるんだって本当にごめんなさいなんですけど、一応こういう形のラインナップになっておりますので、はい、ぜひネットの方を一緒に見ていただければなというふうに思います。で送料無料になるのが、1万円以上からになってきますので、よろしければ、付け裾だったりとか足目タンクとかですね、すごくねバランスが取れる値段的にもプチプラというかね、インナー系とかと一緒に合わせていただければ送料無料になってきますので、ぜひこちらも見てみてください。以上になります。楽しかったです。いつものようにご参加いただきましてありがとうございます。